こんにちは、デリッシュキッチンです。豚肉とレンコンの甘酢炒めを作ります。レンコン 200g は皮をむいて縦半分に切り、切り口を下にして5ミリ幅に切ります。水にさらして水気を切りましょう。豚バラ薄切り 200g は食べやすい大きさに切り、ボウルに入れて酒大さじ1、塩コショウ少々、片栗粉大さじ1を加え揉み込んでおきます。フライパンにサラダ油大さじ1を入れて中火で熱し、豚肉を入れ、肉の色が変わるまで炒めたら余分な油を拭き取り、レンコンを加えて、レンコンに火が通るまで炒めます。酒大さじ1、みりん大さじ1、砂糖大さじ1/2、酢大さじ1、醤油大さじ1を加え、炒め合わせましょう。器に盛り、細ネギを散らしたら完成です。ぜひお試しください。